サテライトリーグヴァンフォーレ甲子園です。前回のホームでの戦いでは見事ロスタイムで勝利を収めたフロンターレですが、今回はどのような戦いを見せてくれるのでしょうか。若手の活躍に期待です。トリニータ戦の翌日、ホーム轟競技場には再びフロンターレ選手たちが。サテライトリーグ甲子園、前日の勝利の勢いそのままに好ゲームを期待。スタメンはこちら、原田、横山、園田、森の4バック、ガラハ、久木野、木村の3トップで甲府に挑む。さあキックオフ、まずは大橋のフリーキックに横山。ヴァンフォーレの攻撃もキーパー植草好セーブ。すると前半16分、森からボールを受けた木村、一人で行く、相手ディフェンダーをかわしゴール左隅にシュート、決まった。この日自身の誕生日を祝うハッピーバースデーゴールで先制点はフロンターレ。続いてはフロンターレのカウンター、吹野から大橋、前線へロングパス、ここに走り込んだのはガラハ、要からのシュート、お見事。角度のない右サイドから放たれたシュートは見事左サイドネットに突き刺さった。これで2点差。ヴァンフォーレも反撃、しかしここはウェクター、落ち着いてシュートを抑える。しかし迎えた31分、この流れるような攻撃から最後はヴァンフォーレ穂坂にゴールを決められ、2対1に。フロンターレ、ガラハから大橋、久木野へ走り込む、相手と1対1、かわして、あと一歩、大橋フリーキック、しかしここはキーパーの好セーブに阻まれる。今度は大橋コーナー、ファーへ、ガラハ折り返す。ヴァンフォーレ中央からのミドル、もう上来た。後半ガラハに返す三浦、大橋に返すアブダピッチへ。ヴァンフォーレ同点に追いつこうと猛攻を仕掛けるが、ここはウェクター。フロンターレも反撃、木村からボールを受けてやぶ、強引に突破を試みる、こぼれ球に杉浦、今度はやぶから森、右サイドを駆け上がる、マイナスにやぶ、左サイド杉浦、サイドチェンジ、そこに走り込んできた森、勝負を仕掛ける、一人かわしクロス、杉浦、杉浦とのワンツー、相手を引きつけフリーのヤブ、ヤブボールを運びノールックで森、クロスに杉浦、田坂スルーパスにヤブ、運んでシュート、まだまだ攻める、吹野から木村、一人かわし、一人で中央突破、相手ディフェンダーを翻弄しシュート、もうあとわずか。すると61分、田坂から木村、スルーパスに抜け出してヤブ、シュート、決まった。ゴール左隅に狙いを定めたボールは見事ゴールマウスの中に、これで3対1。ヴァンフォーレも攻撃を試みるが、ここはディフェンダーの横山が突破を許さない。ここで田坂に代え吉田がピッチへ、右サイドからのクロス、ピンチを招くが、体を張ったディフェンスでしのぐ、今度も右サイドクロス、もう菊池がクリア、ここで園田に代え鈴木達也がピッチへ入る。ヴァンフォーレ攻撃、ディフェンダー吉田しつこくマーク、このボールも横山クリア、アリークロスには達也、杉浦左サイドから攻める、木村へこぼれ球に杉浦、そしてここで試合終了。結果は3対1。
前日に続いてサテライトも勝利を収めた。そうですね、まあ最近スリートップっていうか前の方をやるんで、飛び出してゴールに絡むプレーを狙ってたんで、まあ、練習試合でも結構ゴールは決めてたんで、まあチャンスがあったら打とうと思って打ったかなと思います。まあでも楽にフリーキックみたいに蹴れたんで、もう蹴った瞬間当たりもよかったし入ったなと思います。自分は結構足元が多いんで、まあ足元だけになんないように裏に飛び出したり、とにかくもうゴールに絡むプレーっていうのを意識して、それが結果になったんでよかったです。まあ試合感がまだ戻ってこないっていうのもあったし、全然走れなかったし、ボールコントロールのところでもまだまだ全然足についてなくて、まあ、本当に課題しか残らないし、まあ、できとしては20点ぐらいの本当に最悪な内容でした。本当はもう呼ばれないだろうなと思って自分では心の中でやりたいんですけど、それでも呼んでくれたんで、まあ、そのチャンスをうまく生かせるように、まあ今日はこういう形であんまいい結果で終われなかったんですけど、まあ、向こうへ行ってまたアピールできるように頑張りたいです。今週はリーグ戦は休みだが、あさっては轟競技場でサテライトリーグ名古屋戦があるぞ。縦の試合もなかなかすごいぞ。入場無料で見られるなんて奥様お得すぎる。ベビーさん、フロンターレが勝利するとやっぱりテンション上がりますね。まあ応援番組ですからね。まあそうなんですけど、ここで1週間パークっていうのがちょっと寂しいんですが、でもね、日曜日はサテライトの試合もあるし、これからね、大事な選手、若い選手たちがね、伸びていくためにも大事な試合なので、ぜひ見に行ってほしいと思いますね。ですよね、フロンターレの将来を担う若手選手の活躍を、ここ、この脇で無料で見れるので、皆さん応援に来てください。ということで、来週はサテライトリーグの模様を中心にお送りいたします。それでは早風呂、お時間となりました。また来週。